今日のお昼ご飯、はい、今日はですね、はい、最近あまり見なくなったこちら、はい、タジン鍋。なるほど。こちらを使って、はい、お昼ご飯をちょっと作ろうかなと思います。お返しました。はい、はい、まあ普通の、はい、普通のタジン鍋です。普通のタジン鍋。これタジン鍋がどう、この鍋がの名前がタジン鍋なの？あ、そうです。これがタジン鍋で、なるほど。でこう水無水みたいな感じでいろいろ鍋ができますよっていう鍋。了解、はい、ですね。でそれをやっていきたいと思います。はい、でも最後はリゾットにほいしていきたいなと思っております。 OK。 具材の方が、具材がもう豚バラ、はい、豚バラの白菜、薄切り肉と白菜、ベーコン、はい、で最後チーズ、はい、で調味料がもろもろですね。はい、はい、でちょっとこちらを洗っていきましたの、はい、白菜ですね、ちょっと洗います。はい、まずじゃあ、そしたらば、はい、重ねていきますか。 OK。 どうも。お、びっくりした、マリモか。なんかおるって思った。どうなんすかな。重ねていきます。はい、じゃあベーコンバー開け寄ってくれんですか。 OK。 ベーコンは何個ほどお使いになられる？わかんないですね、今のとこまだ。ちょっとやってみてこんな感じで。で豚バラ肉には塩コショウを振ります。軽くパパーとやってさらに重ねて、重ねて今度ベーコンいきましょう。はい、どうぞ。はい、どうも。ベーコン、これ結構使うかもしれんね。あ、ベーコン、うん、じゃあもう3つ開けますかね。そうっすね。で、はい、もうどんどん重ねていきます。はい、で、まあざっくりこんな感じでやってって、はい、切りますよ。はい、よいしょ。で、ここからまた、これまた切っていく件ですよ。はい、並べてってはくれないか。はい、一口大に、一口大ではないが食べやすいぐらいで、まあ、こんな感じに綺麗になってますが、これを上向けます。はい、はい、よし、はい、内側下がいいかもしれない。内側下にする感じ。よし、じゃあまた同じように、はい、作っていきます。はい、で多分おそらく使うであろうこのコンソメを、はい、第一陣振っとこうかな。 OK。 はい、お願いします。で、ささ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 さ。ああ、いいですね。よし、入った。よし、入った。これも押し込めてしまえば。おい、入った。はい。そしたらもう火かけるだけですよ。やりますか。はい、やりましょう。で、いきます。はい。さあ、オン。よし。オッケー。これは強火で良かったですか、最初。中火。はい。そうね、中火ぐらいで待ちますか。あ、はい。じゃあ一旦待つ。で待ちます。はい。はい。はい。だいぶ時間を置きまして開けてみますよ。はい、開けてみましょう。せーの。おお、もう食べれるじゃんこれ。いい香り。いい香り。で、こっからです。はい。またさらにこっからパワーアップ。はい。こいつ入れていきます。はい。
でもちょっとお待ちよ、はい、これでも一回ちょっと食べたいのかい、はい、味見程度に。ナイスさ、ナイスさ、はい、じゃあ向こうにもこれ持ってって、あ、向こうでいろいろやってみる。あ、OK、 じゃあそうしましょう。はい、それでは急遽向こうに持っていきます。はい、よし、はい、移動完了。はい、じゃあ開けます。はい、よいしょ、美味しそう。うまそう。ちょっとまずこれから、うん、まずこれからいってみましょう。はい、あー美味しそう。わ、真ん中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 は、あ、そうか、真ん中が、はい、邪魔だったんですね。そう、ちょっと、ちょっといただきようかな。このままじゃ小湯さんもわからないですね。そうっすね。いただきます。いただきます。あ、あ、でも白菜甘っ。うん、うまっ。うん、うまい。めっちゃうまいやん。と言いながら俺こうにポン酢ちょっと出してみます。あ、そら美味しかろうって。いただきます。うん、間違いない。よし、ちょっともうちょっと呼ばれてみっかな。呼ばれる排卵機能実験ですね。もうちょっと、いやいや、なくなりすぎても困るわけ。もうちょっと、まあ、よかけど、もうちょっと呼ばれ、じゃあ俺ももうちょっと呼ばれとこうかな。大丈夫って思う。じゃあ私もちょっと真ん中でちょっと呼ばれとこうかな。排卵着こまもんね。排卵着こまって言うのってポン酢ばかけてください。えらいおいしか。よし、かつてこの世にこんなにもうポン酢に合う食べ物が多分あるよ。合うよね。じゃあこれ、はい、ぶち込みます。はい、このままいくよ。はい、あっあっあっよっぽっ。なんも可愛いないですね。うん、なんも可愛いない。よいしょ、おっ、よし、こう下切れとらってた、切れとったね。はい、じゃあもう一度加熱。もう一度、うん、加熱した方が良さそうだもんね、うん、よし、はい、ではまたおやすみなさい。おやすみなさい。これは美味しい。あー、もうだいぶ湯気がすごい、はい、開けます。はい、ドーン。おお、あ、ちょっと溶けてるやん。うんね、よし、なんかお豆腐みたいでね、どんな感じか。ちょっと触っていい？はい。お、お、これ、ここの繋がった。カマンベールの、ギュプ出ちゃった。皮だけがやっぱ溶けないんですよね。そうっすね。ちょ、開けますよ。はい。せーの。バーン！わーおー。おー。おー。この中はほんとトロットロです、ね。トロットロや。はい。そして、これはどうするんですか？つけながら食べましょう。あ、チーズをつけながら。なるほど。ガンガン混ぜたらあれかなと。あ、なるほど。はい。はい、つけちゃっていいですか。どうぞ。でらーん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こりゃあ疲れて。ほら。いただきます。わー。わー。めっちゃいい匂いする。わ、ほんとや。カマンベールって結構あれだね。うん、チーズの香りがすごい。チーズやみですね。うん。まあそうなんだけどさ。あ、つけます。いただきます。うん、うまい。あ、うまい。なんかシチューの味がする。シチューとグラタンの間かみたいな。確かに言われてみればや。うん、あ、うまい。合うね。うまい。合う合う。で、まあこれを、はい、バト食べて、はい、その後にうん、ご飯を入れてリゾットにしようと思います。はい、じゃあもうちょっと食べていきますかね。はい、はい、さあ、はい、ある程度野菜がなくなったところで、はい、こちらを入れていきたいと思います。はい、ご飯、これが本来メインだったんですね。そう、これを作るのが、そう、野菜と怖さ、この野菜と肉の、はい、お汁が出た
このスープでチーズリゾット、はい、なるほど、これが美味しいはず。ちょっとご飯が多かったね。ですね、全部便利を買った時入っとったで、ちょっとブラックペッパー、はい、お醤油とかいりません。あ、ちょっと入れましょうか。はい、はい、ブラックペッパー振ります。あ、そっちを残す感じ。全部いる気。で、キャップ一杯のお醤油さん、はい、これで和に近づいた。和の国の出会いですね、おいです。そうね、よし、はい、これを食べたら龍になれます。はい、塩コショウのいいかもしれんね。いりますかね、わからん。あ、もう完全に洋食や、匂いは。マジで。はい、お、ほんとや、めっちゃうまそうな匂いがする。はい、じゃあちょっといただきます。いただきます。あー、うん、優しい。うん、子供のご飯ほんとね、はい、あの離乳食でいけそうな感じ。子供のご飯あー、でも美味しい。あ、でも一番近いのはカルボナーラ。あー、間違いない、はい、もうまんまスパゲティの、はい、もうカルボナーラ、はい、なー、はい、何した。猫のご飯やな、かわいい。子供のご飯ばい見た目猫まんまや。ということで、はい、お、今回は、はい、ちょっとあの下火になってきたって言ったら失礼やけども、タジン鍋、はい、を使って、はい、まあ今まで通りの、まあ、ミルフィーユからの、うん、ちょっと一風変わったリゾットを作ってみました、うん、はい、大変美味しくございました。美味しかったです。これはおすすめですね。ね、うん、美味しい。簡単ですから、はい、ぜひともやってみてください。やってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。